施設前系秋田港駅は、秋田県秋田市土崎港西一丁目にある、日本貨物鉄道、東日本旅客鉄道を覆う本線貨物支線の駅。かつては、秋田臨海鉄道線の北線及び南線も乗り入れていた。基本的には、貨物専用駅ではあるが、JR 東日本が秋田港に寄港するクルーズ船の乗客を対象とした、旅客営業を不定期で行っている。 地上駅。秋田臨海鉄道線の各駅を発着する貨車を整理する総車場としての機能が強かった。駅構内には秋田臨海鉄道の機関区やコンテナを留置するコンテナヤードが設置されている。なお、駅構内の入れ替え作業は秋田臨海鉄道が行っていた。1995年頃まで駅西側の秋田住友ベイク工場へ続く。 専用線が存在し、メタノール輸送が行われていた。国鉄時代には、秋田港の不当まで広がる複数の専用線が敷かれていた。当駅では、長らく貨物の取り扱いは行われていなかったが、2011年に発生した東日本大震災の津波により、仙台臨海鉄道が長期間不通となっており、 同鉄道の仙台不等駅で行われていた JR 東日本向けのレールの取り扱いが当駅で実施されている。なお、仙台不等駅同様、レールはラフテレーンクレーンを使用し長物車に積み込まれる。秋田臨海鉄道が2021年3月いっぱいで事業を終了したため、3月13日のダイヤ改正以降あたり駅への定期貨物列車の発着はなくなり、 同年発売の貨物時刻表でも秋田港線区間の時刻欄が削除されている。開業当初より、車扱い貨物のみの取扱い駅であったが、2017年、秋田港に寄港するクルーズ客船の乗客向きに当駅を発着して、秋田駅までを結ぶ旅客列車を運行することが発表され、仮設の乗降用タラップが設置して、関東祭りが行われる8月3から6日の、 期間中に、警護往復の列車が試験に運行された。乗客は、クルーズ客船の乗客に限定され、貨物船を活用して、クルーズ船客を輸送するのは、全国初の事例とされる。2018年には、JR 東日本が期間を限った第2種、鉄道事業許可を取得し、4両編成に対応した、本格的なプラットフォームを整備、4月18日から、 専用車用、秋田クルーズ号を使用し本格運行を開始した。また、クルーズ客船の乗客以外の利用として、2018年7月最終の土日に開催された、秋田公開の祭典、マリンフェスティバル2018へのアクセス列車が、専用車用、秋田クルーズ号を使用し運行した。これは、ビューによる旅行商品専用の団体列車として運転され、秋田駅から、 秋田港駅への往復が含まれているが、切符の県面には、秋田土崎と書かれている。往路の乗車列車を指定して発売された。2019年の同フェスティバルでも運行された。秋田港にある製油所や製錬所からの輸送需要の高まりを受けて、昭和前半には多くの貨物列車が通ったが、八橋油田の産出量の低下に伴って、貨物列車の本数は減少した。 毎年7月20日21日に再行される土崎港引山祭りでは秋田港線の踏切を引山が横断する光景が見られる。ありがとうございます。